こんにちは、陽子です。ヘルスケアコンサルタント、ナースとして活動しています。前回の動画では感染予防対策として水と石鹸を使った手洗い方法についてご案内させていただいたんですけれども、今回は水を使わないアルコール消毒液を使った手洗い方法についてご案内したいと思います。アルコール液を使った手洗いをする前にまずご準備していただきたいのがアルコール液になります。で、アルコール液は液体のもの、ジェル状のもの、泡状のもの、3種類ございまして、私今回購入したのはこういったジェル状のものを購入しました。まあ、理由としては液漏れしにくいので持ち運びが便利かなと思います。まあ、皆さんのお好みで選んでいただいたらいいかと思います。で、ウイルス感染の、予防対策としてアルコール消毒液が効果があると言われているんですけれども、ここで注意したいのが、すべてのウイルスではなくて、エンブローム型と言われるウイルスに関しては効果があると言われています。例えば、風邪であったりとか、インフルエンザであったりとか、今回、世界的に広がっていますコロナウイルスは効果があると言われています。で、エンブローム型と言われる、ウイルス、例えばノロとかロタウイルスに関してはエタノールの、効果がないと言われています。で、今回私が購入したこのジェル状のものなんですけれども、必ず購入される前に、何パーセントのエタノールが含まれているか、エタノール濃度を確認してください。で、私、ドイツの、ドラッグストアで購入したので、アルコール濃度がちょっと記載されてないんですが、一応表示ではバクテリア 99% を死滅させる効果があるようなことが書かれています。アルコール濃度は 60% 以上のものを選ぶようにしてください。で、アルコール、エタノールになりますので、やはりこのように注意書きとして、火気厳禁ということになっていますね。ですから、こういったものを選ぶようにしてください。はい、それでは実施していきたいと思います。アルコール液を使った、手洗いに関しましては、前回動画でご説明した水を使った手洗いと同様に30秒間の実施になります。で、まず始める前に必ず手の状態をチェックしてください。すべての貴金属、指輪であったりとか時計であったりとか外してください。また爪も短くカットします。で、ジェルなんですけれども、量としましては、目安ですが、3ml から 5ml の液を、手のひらに落としてもらいます。こういう感じですね。で、これを両手でしっかりとこすり合わせます。で、指の間もね、意識してくださいね。で、次に手の甲をこすり洗いします。指の間もしっかりとこすり合わせます。はい、手を変えます。手の甲や指先は汚れが、つきやすいらしいので、しっかり意識して洗いましょう。で、手首もねじりながら洗います。で、次は指を洗います。手のひらを使って指全体をこすります。で、指を変えます。もみ洗いですね。はい、次親指になります。親指も手のひらを使ってしっかりとこすり洗いします。はい、指を変えます。
はい、今度は爪先を手のひらでこすり洗いします。はい、指を変えます。はい、こちらで終了になります。だいたい30秒間実施してください。このように手が綺麗な状態になりました。今回はアルコール液を使っての、手洗いの方法をご案内させていただきました。で、この方法は実際に医療現場でも行われていることです。まあ、日常生活にも取り込んでいただいて、まあ、しっかりと感染予防していただけるといいかなと思います。で、まあ、今回ジェルのタイプのものを利用しましたけれども、まあ、こちらのように、アルコール液を染み込ませた除菌シートもありますので、まあ、適宜、選んでいただいたらいいかと思います。それではまたねー。